蕎麦打ちに挑戦中の東方神起。あーこれも腰が痛い。チャンミンが腰痛に襲われ、ユンホが生地を破るというてんやわんやなこのミッション。2人は美味しい蕎麦を作ることができるのか。東方神起ザ・ゴールドミッション。現在2人は作業中盤、生地を2ミリほどの厚さまでにのす工程。ちょっとチャーミーめっちゃ綺麗やんか。見てない間に。けどこのそば僕と合わないっす。いやいや先生綺麗ですよねこれ。綺麗ですね。初めてとは思えん感じよこれ。あ上手上手。もうありがとうございます。それは嬉しいんですけど、うん、あでもうひざまつきましたよ。いやひざまついて、チャンミン腰の激痛がピークに。一方ユンホは、ユンホちょっとよれてるよね。いやいや大丈夫。えどんどん生地はいびつな形に。そして、見てこれ、こんなことなってるんやから。もうエプロンで押さえてもうグーってなって、もうこっちに来てるやんか。なんでこっちにこれがあるんだろう。さらに、あ、ダメ。どうした。あ、ダメ。え、薄すぎんじゃないのこれ。じゃあ5ミリです。はい、これどうしますか先生。はい先生、こっちに諦めないでください。先生忙しい。なんかボロ切れみたいになってるやんか。最終的にはあの麺になると結構あのその辺はあのフォローできるかなと思います。そうですよね、はい、あよくまとめてくれてありがとうございます。その頃チャンミンは最終工程そば切りへ。あチャンミンどう切ってみて。いやこれもですね、うん、いやかなり、どうした腰が、危なっかしいですけど、でもこれ多分茹で終わるとかなりいい感じになるんじゃないかな。あらマンミ褒められてますやんか。とにかく早く終わらせて。チャンミン腰痛を我慢しつつもいい包丁さばき。そしてじゃあできました。はい、できました。完成です。チャンミン完成。でこちらに合わせて。おチャンミン どうですか。わあこれは本当にもうわあ難しかったんですけど、うん、でも実際やってみたら結構面白かったです。あら ありがとうございます。結構楽しかったですか。はい、よかったこの企画用意して。で何よりもこれでもう終わりだと思ってたらすごい楽しかったです。そっちかい。続いてユンホもそば切りへ。どうですか切ってみて。太いんじゃないかでも。え先生どうですか切り方としては。厚めではあるんですけど、でも均等にいってるんで。こういう料理ありますよ、はい、田舎そば。え、ユーホー田舎そばを作ってんの。そうですよ、最初からそれを目指してやってるから。その5ミリ。あ、それやったらごめん、なんか最初から俺がもう2ミリ、ね、3ミリ。そうですよ、それは言うて。僕田舎出身ですよ。田舎出身やから田舎そばを作るっていうことやったよね、はい、そうですね。すいません。もうユンホのそばかなり厚みのある麺であるにもかかわらず、意外にも先生からは高評価。いや、あの均等にいってますんで。均等に、はい、均等に太く、均等に太くいってる、はい、大丈夫です。でも均等に太くいってるんですよねこれは。もちろんですよ。どうぞチャーミーこれ見て、ちょっと見てみ。これえ僕が金を使って食べるんだとしたら、うん、このそばは食べないです。ユンホ言われてるよ、これお金払ってまで食べたくないって。いやこれは
本当にいい。食べてみたら本当にびっくりするかも。食べてみたらもう本当にびっくりする、うんうん、はい、できました。はい、完成でございます。ユンホ完成。おうおう、どう、これユン、これ 太くないですか。はい、だいぶこれを目指したわけだから、これ、あ、これを目指して作ったんですね。そうそうそう。さあ、というわけでこれを実際調理していただいて判定の方に移りたいと思いますので、はい、ね、よろしいですか。よろしいです。はい、よろしくお願いいたします。次回、いよいよ結果発表。それでは判定の方お願いします。2人はミッションをクリアできたのか。